やっぱりあの得意なもの変化球を当然投げてくるんですよね、カウントによっては、うん、そうなりますよね。そこを狙ってかどうかはあの走ると思うんですよね、はい、あっと逆を突かれたがセーフです。まあ、今のはあなんとなく行くんじゃないのっていうような雰囲気が出てましたよね、ストレートでストライクを取った直後ですから、片岡としても変化球の可能性が高いからスタートを切りたいなだったんですよね、はい、もう一回牽制アウト。牽制タッチアウト、片岡。一塁塁審は橋本がアウトをコールしました。ああそして澤田コーチも行きますし渡辺監督も行きます。もうこれはねあの早くあの引き下がった方がいいですよ、はいはい、片岡が執拗に抗議をしますがまず片岡を止めます、はい、もう止めた方がいいですよ、はい、これはあのまだ試合終わってませんし、セカンド守ってもらわなきゃいけませんから、はい、あのアウトセーフはこれ分かりませんよ、はい、でも早く冷静にさせなきゃダメですよ。片岡をまず下げた方がいいですね。はい、はい、で抗議は渡辺監督に任せる、はいはい、もう一度ご覧いただきます。これもちょっと逆を突かれました、はい、手の方が手の甲にタッチしていますから先にベースについているようにも見えなくはありませんが、あの、まあ、クロスプレーだと思うんですけど、まあ、あの片岡がすごくあの二塁に行きたがっていて、はい、若干戻るのに、あのスムーズさがないんですよ。そうですね、ね、だからいっぱいいっぱいのプレーなんで、うん、審判からすると逆ついたらアウトって言いたくなるような雰囲気は作ってました ね、はい、でね、で今川田コーチと清家コーチが必死になって今、片岡をなだめたところです。結局7回の裏ライオンズは0点に終わりました。4対3のままです。